こんにちは、伊藤です。今日のこの動画では、肋骨の運動を制限させる筋肉の解剖学についてお話をしていこうと思います。まあ、一口にね、肋骨の運動っていうのいっぱいあるんですよね。今日注目したいのは、肋骨、まあ、体幹ですね。肋骨か体幹の回旋の運動を制限させるものと、あとはですね、伸展を制限させる箇所っていうのをお話ししていこうと思います。こっちが体幹の右側ですね。こっちが左側です。右側の方に体幹部、肋骨とか胸部の表層の筋肉、浅いところの筋肉を見せていて、左側の方で一層奥のところを見せていっています。まず腹筋の方から見ていきましょう。右側のこの浅いところですね。ここには外腹斜筋という筋肉があります。外腹斜筋ね。これの付着部を見ていったら、肋骨に付着しているんですね。こんな感じですね。で、この回旋の運動って、僕個人的な意見、僕の個人的な感覚では、この肋骨の付着部が硬いと回旋しにくいなっていう傾向があります。腹筋の付着部って、例えば骨盤にも伸びていってるわけですよ。なんかね、僕の個人的な感覚では、骨盤とか、あとは筋腹っていうこの筋肉の真ん中の部分ですね。こういうところは硬いよりは肋骨の方が硬いと、よりこう回旋系の運動を制限されるんじゃないか。もしくはそういった実際に硬い方が多いので、僕は個人的にそう考えています。これこれね、外腹斜筋です。そして外腹斜筋を1個めくると、次はね、内腹斜筋っていう筋肉が出てきます。内腹斜筋ね。これ外腹斜筋の奥にあります。これももちろん肋骨に付着をしているわけですよ。じゃあこのあたり、ここ肋骨臼って言うんですが、この肋骨臼のあたりとか、外腹斜筋が付着しているところが硬くなると、回旋の運動がしにくくなるわけなんですね。これは比較的イメージしやすいと思います。外腹斜筋も内腹斜筋もメインの役割は体幹の回旋なわけなんですよ。そして、内腹斜筋の一層奥に行くと、一部見えてるんですが、これもありますね。これ腹直筋と言います。腹直筋ね。腹直筋ももちろん肋骨にひっついています。そして腹直筋の周りが硬くなると、またね、回旋がしにくくなるんです。だけどですね、腹直筋の役割って体幹の屈曲なんですよ。腹筋運動の動きですね。お腹を丸める運動のことなんですよ。だから、腹直筋の硬さ自体が回旋を制限させるかと聞かれれば、その役割的にあまり納得しにくいですね。あんまり考えにくいですね。だけど、この腹直筋をここのエリアの一つとして考えれば、ここからね、内腹斜筋が近いし、外腹斜筋も近いわけですよ。そしてこの後説明する、まあこのあたりにもまあ筋膜組織があるわけなんですね。このあたり一帯には筋膜組織があります。じゃあ、腹直筋の硬さからのこの周りの膜組織とか筋肉が硬くなって回旋運動が制限されるっていうことも余裕であり得るわけなんですね。だから腹直筋単体で回旋が制限させるかと聞かれればちょっとうーんってなりますが、そっからいろんな筋肉とか筋膜組織を絡めて考えれば腹直筋から間接的に回旋の運動が制限されることっていうのは余裕であり得ます。な、これがメインな筋肉たちですね。外腹斜筋があって、内腹斜筋と腹直筋があります。もちろんこの奥には腹横筋っていう筋肉もあるんですが、僕個人的に腹横筋が硬くなったからといって、回旋の可動域がめっちゃ落ちるとはあんまり考えてないんですよね。そういう現象もあるんですけど、腹横筋の硬さっていうよりは、もっとこう外の硬さで可動域が落ちやすいんじゃないかと個人的には思っています。まあ、これがですね、腹筋群ですね。そして、この腹筋群から上に行くと、胸の筋肉があるわけです。そうなんです。これ、大胸筋ですね。大胸筋です。大胸筋って肩の筋肉なんです。胸の筋肉なんです。だから、メインの役割は肩を動かします。ね、これ上半身の筋肉なわけですよ。だけども、この下の付着部の方を見ていったら、大胸筋って実は腹筋群の筋膜にも付着をしているんですよ。これ難しく言うと腹直筋腱鞘と言います。書きませんが、まあその腹直筋とか腹筋群とつながりがあるっていうことなんですね。じゃあ例えば大胸筋のこの下の方が硬くなれば、
うん、この下の方は腹直筋とか腹筋の筋膜組織とつながるんだから、じゃあ腹筋群の硬さにもなるであろうということなんですね。実際にこの大胸筋の下の方の肋骨ですね、この辺の肋骨の硬さから回線の可動域が落ちるっていうことも結構あるんで、大胸筋の何て言うんでしょう、肩の運動を上げるっていうよりはこの肋骨の周りの緊張を取るっていう意味合いでね、僕はこの辺に筋膜リリースをすることが多いです。実際このあたりのこのエリアの緊張を取ってあげると回線の運動が上がったっていうケースもね、いっぱいあるので、ぜひ参考にしてみてください。そして浅い方に行くと、ここには小胸筋という筋肉があります。小胸筋ね、これは大胸筋の奥にあります。これも肋骨に付着するんで体幹の運動を制限させますが、しかしこのあたりが硬くなったからといって、あんまりね、回線の運動にはあんまり関与しないんですね。それよりも、ここを覆っている鎖骨胸筋筋膜という筋膜があります。平たく言うと、大胸筋をめくったら、ここにそういう筋膜があるんです。鎖骨胸筋筋膜という筋膜があるんです。これまた腹直筋とかこの辺に近いので、こっから体幹の回線が落ちるっていうこともあり得るんですね。だから大胸筋も小胸筋も両方ね、結構間接的に体幹のね、回線を制限させるっていうことがあるんで、まあもちろん大胸筋とか小胸筋を上肢の制限をね、引き起こす筋肉として見ることももちろんあり得るんですが、こっから下に行って、体幹の筋肉、体幹の運動も制限させることもあり得るんだなみたいなことをね、頭の中に入れてもらったらと思います。これが腹筋群とか胸の筋肉がね、体幹の回線を制限させる理由の一つですね。で、さっきちょっとこの外腹斜筋っていうのが出てきたんですが、この外腹斜筋っていうのはここで、まあ、とある筋肉と筋膜的なつながりがあるんです。これがこれですね。この上の方のやつですね。これを前胸筋と言います。前胸筋ね、これ肩甲骨にひっついてるのと肋骨にひっついてる筋肉です。ここで、このギザギザのとこで外腹斜筋とつながりがあるんです。このあたり、肋骨ですよ。いいですか？外腹斜筋が硬くなる。さっき言ってたの、およそこのあたりですね。このあたりが硬くなると回旋しにくくなるって言いました。そんでその外腹斜筋が前胸筋とつながっていますよと。じゃあ、外腹斜筋、前胸筋、どっちかが、もしくは両方硬くなったらこのエリアがまた硬くなって、体幹の回旋がしにくいということがあるんですね。とにかくこの肋骨の横側と前側の部分、いろんな腹筋の筋肉とか、あとは肩甲骨の筋肉、肩の筋肉が密集をするので、ここの硬さから体幹の、制限っていうのも、ぜひ参考にしてみてください。これまでが回旋の運動の制限を引き起こす筋肉を言っていきました。じゃあ次は伸展の制限を引き起こす筋肉見ていこうと思います。体を横から見ています。伸展とはこっちの運動のことですね。背中を反らす運動のことです。で、これね、さっきまで言った前側の筋肉とかも関わってくるんです。例えば腹直筋とか外腹斜筋はこのあたりにひっついていますね。大胸筋もこのあたりにひっついているわけです。胸骨に付着をしていますね。この前側で。この前側、大胸筋とか胸骨周りとか、あとは腹筋群が硬くなると、体幹とか肋骨はどっちに動くと思いますか？こっち側ですね。これ屈曲の方ですね。体幹の屈曲の方に、縮められるわけなんですね。前側が縮こまったら、じゃあ、伸展しやすいと思いますか？体を反らしやすいと思いますか？もう一回言いますよ。前側が硬くなると傾向としては、こういくわけですよ。下方向に引き下げられるわけなんですね。こっちが縮みました。じゃあ、質問としては、伸展しやすいのか？答えは、ノーですね。伸展がしにくくなるんです。まあなんでこんな現象が起こるかと言いますと、前側に胸骨があります。胸骨からは、肋骨が出ています。まあもしくは、こう、肋骨が胸骨の方に向かっていってるわけですね。胸骨と肋骨、つながっています。じゃあ、肋骨は反対側の方、どこに行くかというと、胸椎に向かって伸びていくわけですね。じゃあ、そのつながりがある胸骨の周りの筋肉、筋膜組織が硬くなれば、これ肋骨は胸椎にひっついているんだから、結果的に伸展しにくいよねっていうことになるんです。
もちろんね、胸椎の硬さ、胸椎の制限っていうのは、後ろ側からも来ますよ。例えば、脊柱起立筋とか、多裂筋とか、俗に言う背筋群ですね。背筋群が硬くなるから、伸展しにくいっていうのはあり得ます。だけど、胸椎から、肋骨から、胸骨へのつながり、この一連の流れを見たら、前側からの硬さで引き下げられます。はい、伸展しにくいっていうこともあるんで、このね、前側と後ろ側のバランスっていうのも考えていただいたら、伸展制限への理解も深まるんじゃないかと思います。今日のこの動画では、肋骨、胸郭とか体幹を回旋させるのを制限させる筋肉、そして伸展を再現させる筋肉っていうのを解説していきました。ね、もしよかったらこういう、解剖学も、こう、エクササイズをしている方、トレーニングをしている方、もしくは運動をしている方の参考になればと思います。そして僕は東京に定期的に出張の施術に行っています。僕の解剖学の見方が面白くて、施術を受けてみたいとか、もっとこういうことを良くしてみたい、改善したいと興味がおありの方は、概要欄にホームページのリンクと東京出張用の LINE 公式アカウントを貼っていますので、そちらからお問い合わせを申し込みください。もしよければこの動画は高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。